サンフレッチェ広島開始2017年のサンフレッチェ広島開始2017年のサンフレッチェ広島開始では2017年のサンフレッチェ広島の動向をまとめる森康はじめ監督が指揮を取る6年目のシーズンである前年得点王に輝いたピーター・ウタカが構想外となり FC 東京へ移籍バンディエラの森崎工事が引退さらに2005年から 広島の象徴的存在であった佐藤久人が名古屋グランパスへ移籍した。とりわけ佐藤の対談はサポーターを動揺させ、クラブは小田秀和の名義で公式サイト上に謝罪声明文を発表するに至った。一方で、新エース候補として元日本代表の工藤総人、元 U-19 ブラジル代表のフェリペシンバを完全移籍で獲得。 期限付き遺跡中のアンデルソン・ロペスの契約期間も延長した。このほか2011年まで広島に所属した中林洋二、ボランチシャドウでプレーできる稲垣幸、首相として広島ユースを高窓宮ハイ JFAU-18 サッカープレミアリーグ優勝に導いた岩張、ヘンリーらが加入した。かねてから、 決して潤沢とは言えない資金で的確な補強を続けてきたこともあり、開幕前の予想では新戦力が噛み合えば優勝が狙えると、まずまずの高評価を受けていたが、工藤やフェリペは全くと言って良いほど機能せず、守備も釣られるように崩壊。さらには、塩谷司の海外遺跡も重なり、前半戦を降角圏の17位で終える。責任を取る形で、森安が辞任。 後半戦からは、クラブ OB のヤンヨンソンが指揮を取る。サンフレッチ広島 V カノヤ体育大学サンフレッチ広島 V カゴシマユナイテッド FC バンコクグラス、FCV サンフレッチ広島ムアントン、ユナイテッド FCV サンフレッチ広島バンコクグラス、FCV サンフレッチ広島サンフレッチ広島、 VFC ギフサンフレッチ広島 VFC 東京サンフレッチ広島 V2 営原金沢サンフレッチ広島 V ファジアーノ岡山サンフレッチ広島 V 宮崎産業経営大学レノファ山口 FCV サンフレッチ広島年間成績年間順位表出展 J リーグデータサイト順位の決定基準1勝ち点2得出点差3得点数不死別成績表出典 J リーグデータサイト開催時 A イコールアウェイ、H イコールホーム。結果、D イコール引き分け、L イコール敗戦、W イコール勝利。不死別試合結果1月13日に2017年シーズンのユニフォームが発表された。今期から背中裾部分にユニフォームスポンサーを追加しているほか、ユニフォーム左袖にはクラブ創立25周年を記念したロゴが刻まれている。ありがとうございます。